はい、こんにちは。今日はですね、本厚木駅のすぐ近くにあるお店なんですけど、まあ、本当は教えたくないんですけど、マジで超ハマっちゃって、あんまりこうやっぱスポーツ選手が甘いもの取りすぎも良くないんですけど、ここのツリーオーブンさんのシュークリームなんです。もうこんなにうまいシュークリーム食べたことないぐらい美味しくて、で特にまあこの、ね、写真見てもらって分かるんですけど、ぎっしりクリームが、もうまあちょっと言い方悪いかもしれないですけど、シュークリームってこうやってパカッて揚げた時に上半分ぐらい空洞があるんですけど、今度はもう全部溢れてるんですよ。指でこうやって手で割った時に溢れてくるんですよ。だからスプーンで食べるぐらいで、そんぐらい入ってて、でシューがサクサクで美味しくて、でクリームもそこまで甘さが なくというか、甘さ控えめで程よい甘さでハマっちゃって、もう水の毛大ファンです。ということで今日この釣りオープンさんにちょっと買いに行きます。すごい。今ちょっと広げたい。事務所の長に一人いるので、みんなまたこれ広げられたり購入してたり。マジで他のシュークリーム食えなくなるから。これ食ったら。これがコウキさんのおすすめのシュークリーム。マジでうまい。事務所に帰ってきました。じゃあ早速ですけど、開けてみますよ。いや本当にね、これ大げさに言ってると思われるかもしれないけど、すごいから。いや。ででん。いやすごい。やばくないですか？これ。でまあね、見た目は。もういいですよ、ね、結局これであの写真のように中身が入ってるかどうかが問題なんですよ。いやちょっと手でいっちゃいますよ。いくよ。はい、隙間がない。これはやばいですね。すごいですよ。もう食べていい？大丈夫です。食べていい？もう本当ね、水の家の大ファンなんで、ここ。これもう、美味しいもの食べると笑っちゃうよね。美味しいもの食べると笑っちゃうよね。マジでうまいからね。生地がマジサクサクなの。生地がまずうまくて、もう口の中にこのクリームが広がって、いや本当にクリームとクリームがもうほぼですね、隙間全然ないでしょ。でこれ今割ったから食べれてるけど、そのままガブっていったら出てくるから味が。そう、割った方がまだ食べれず、ダイレクトで言うともう本当にここら辺つくから、これ。ぜひ釣り用シュークリーム買ってみてください。おすすめです。